交流中のクリューガー。ベルンハルト・クリューガーは、ナチスドイツ親衛隊の国家法案本部第6局に所属していた軍人。第二次世界大戦中の1943年から敗戦まで実施されたポンド紙兵岩像の秘密作戦を指揮したことで知られる人物。最終階級は、親衛隊少佐、ケムニッツ出身、防石機の技術者として、 複数の会社に勤務していた。世界大恐慌の余波で失業した後、ナチスに入党しほどなくして、新英隊に所属した。党員番号528,739。新英隊番号15,249。戦後イギリスで2年、フランスで1年間交流後、釈放され、ドイツに帰国後は、日な地下審査機関により裁かれたが結局、無罪となった。 その後は、ハンブルクに在住し、ベルンハルト作戦で用いられた偽造紙を生産していた会社で働いた後、1989年に死亡した。なお彼には、作戦の末期に、病気の囚人4名を殺害した疑惑が修正、付きまとっていたが、結局その件で訴追されることはなかった。ローレンス・マルキン、ヒトラーマネー P100、101アドルフ・ブルワー。 ヒトラーの眼殺悪魔の攻防 P348、ヒトラーマネー P101 かつてこの名前で、元蔵作戦が行われたことがある。同書、P32 から53同書、P102 道書、P102 道書、P102、P106 から109道書、P113 同書、P166 同書、P236,237 同書、P243 同書、P P270 ヒトラーの観察悪魔の工房 P322 マウトハウゼン強制収容所の辞書が存在したヒトラーマネー P276 277 27同書 P280 281同書 P333 同書 P335 ありがとうございます